皆さんおはようございます。つい先日フェスが来週あるよと、言ったんですけども、なんと最後のフェスが決まりました。まだ1個先のフェスも終わってないんですけども、7月18日から7月21日にかけてスプラトゥーン2最後のフェスが、海外合同で行われると思います。で、最初見せた画像こちらですね。こちらにいろんなイラストが描かれてるんですけども、なんと今回最後のフェスなんですけども、スプラトゥーン3の世界観を決めれるみたいです。俺たちが決めれるんだよ。今回最後のフェスで題材にされたのがカオス対オーダー、合ってるかな俺日本人だから発音とか合ってるかわかんないんですけど、まあカオスってまあみんな知ってると思うんですけど、混沌としたって時に使うあの混沌です。混沌っていう意味は、まあ、混ざり合うっていう意味のが強いのかな。いろんなものが混ざり合う。もしかしたら、スプラトゥーン1のスペシャルとかも混ざり合ってんじゃないかな、という俺の予想。で、オーダーっていうのが、秩序。秩序って意味なんですけども、なんか正しい物事のあり方というか、なんか、整えるために秩序を保つみたいな風に使うんですけど、超簡単に言うと、ダークな感じ、ちょっと中二病っぽいダークな感じか、もしくは、まあ、正義感の強い、まあ、正義、ヒーロー的な感じかな。まあ、闇と光みたいな感じですよ。今回デザインの方もしっかりと公表されてて、カオス、混沌の方は、まあ、骨が乗ってたり、なんだこれ、恐竜のトサカみたいな。もしかしたら、白亜紀とか、ジュラ紀とか、恐竜も、出てくんじゃない。で、右側が、秩序。オーダー。オーダーなんですけど、まあ、ロボットとか、まあ、未来系、サイエンスフィクションみたいな、SF 感が出てるんじゃないですかね。まあ、過去と未来って捉えてもいいかもしれないな。過去と未来だな。うん、過去と未来ですね。今回過去と未来を題材にします、きっと。スプラトゥーン3は過去に行くか未来に行くか、そのどちらかになると思います。ちなみに今回、イカちゃんとタコちゃんもいるんですけど、もしかしたら新キャラもね、出てくると思います。絶対新キャラもいると思うよ。やべ、ちょっと楽しみになってきた。みたいなんですけど、まだね、発表されたばっかで、投票もね、終わってないので、詳しくわからないんですけども、みんな楽しみにしてましょう。以上、情報でした。で、あとね、スプラ1の最後のフェスって、塩辛節、すごい有名なね、スプラトゥーンで有名な曲流れたんですけど、もしかしたら、スプラトゥーン2でも、何か曲が、オリジナルの曲が流れるんじゃないかなと思います。もしかしたら塩辛節かもしれないし、はたまた、フェスのね、曲がバラードになって、いい曲になって、フェスで聴けるのではないかと思います。みんなはどちらの世界が好きですか？以上がカオスとオーダー世界観を決めるフェスの情報でした。お疲れ様でした。